社内恋愛禁止の会社で付き合ってることがバレました。お疲れ。もしかして大塚さんと付き合ってる？お疲れ様です。なんでですか？社内で噂になってるぞ。噂ですか？付き合ってる？高原主任にだけ言いますね。付き合ってます。社内恋愛禁止だぞ確か。え、恋愛禁止の会社とかあるんですか？就業規則には載ってないけどな。暗黙のルールで佐伯部長に聞いたことある。過去にバレた人がいるってことですか？まさかクビになったりします？バレたやついて、それから社長のあたりが強くなって辞めたらしい。そんな理不尽なことあります？どこまで噂になってるとかわかりますか？どうだろうな、部長に聞いたからかなり広まってると思うぞ。禁止だとは思わなかったです。昔のことならきっともう違いますよね。わからん。上の人たちは考え方古いからもしかしたらうるさいかもな。仕事に影響でなきゃ問題ないと思うけどな。周りに付き合ってること知られるのは問題ないですけど、そんな事情があったとは。会社行きづらいです。俺も上には逆らえないからな。噂で回ってるだけだから。付き合ってること否定して隠せば大丈夫だと思うよ。めんどくさいけど。辞めたって？付き合ってた二人とも辞めちゃったんですか？辞めたらしいよ。俺も知らないことだから詳しくはわからないけどね。まあ隠せば大丈夫だと思うし、上に何か言われてもはいはいって耳半分に聞いて流せばいいよ。俺もフォローできると壊ればフォローするし。めんどくさい会社ですね。何かあった時また相談させてください。古い会社あるあるだな。おう。社内に付き合ってることバレてるらしい。あ、そうなんだ。別に隠してたわけじゃないからいいけど、何か問題あった？恋愛禁止らしい。過去に社内恋愛バレた人いて、社長に詰められて辞めちゃった事例があるんだって。だるくね？だるすぎ。うちの会社ってアイドル事務所なの。マジでそれな。誰が言ってた？バレたって全員？社長も含めて？部長が言ってたのを高原主任が聞いて俺に伝えてくれたから、多分ほとんど知ってるんじゃない？これ怒られるの？恋愛禁止言ってる昭和みたいな会社あるんだ、知らなかった。付き合ってること隠せばいいよ。会社内とか会社近くではあんまり自由にできないけどね。俺もそれは思った。だるー。何か言われたらやめよ。俺もやめようかな。もうすでにやめたくなってきたけどね。だったら就業規則に社内恋愛禁止って書いとけよって思うよね。もし呼び出されたら録音して TikTok に拡散する？それはやばすぎ。わざわざ社長に報告するやついないと思うけどな。いつでもかかってこいだし、こちとら晒すって武器持っとんのじゃ。男側は上司も含めて当たってくる人いないと思うけど、なんかあったら俺に言って。全部録音して晒してやめるから大丈夫。もしそうなったら残された俺めちゃくちゃ気まずいのですが。一緒に辞めればよくない？彼女傷つける会社とか辞めた方がいいよ。もしそうなったら俺も勢いで辞めるかも。明日会社行くの嫌だな。これだけ言い合ってるけど何もなかったりして。それはそれでドキドキゾンだね。明日どうなるのやら。こんばんは。いつも拝見してます。過去に社内恋愛がバレて少し大事になったことがあったため、その時のLINE を送ります。結局何事もなく社長に呼ばれることもなかったです。無駄に焦らされました。平和に社内恋愛してます。よかったら動画にしてください。